はいどうも、杉です。ということでですね、今回もゼルダの伝説、知恵の借り物をやっていこうかなと思うんですけども、前回はですね、ハイラルを助けて、で、なんかハイラルがね、元に戻ったんで、多分ね、こっからね、もうフードをかぶらず、ゼルダとしてね、探索できるんじゃないかなと思うんですけど、じゃあ一回ちょっとハイラル王に会いに行くか。まずハイラル王に会いに行けって言われたもんな。おう、ゼルダ、十分に休めたか？とにかくこれで皆揃ったな、うん、さて皆を集めたのは言うまでもない。我々がこれから何をすべきかの話をするためだ。先ほどトリー殿から皆にハイラルで起きたことを話してもらった。二人の行いで各地に大きな裂け目はなくなった。だが安寧の日が来たわけではない。そうなのだな。ハイラル城の力で戦ったガノン、借り物の力で作られたものだった。僕の仲間たちを捕まえた魔物もガノンと同じような借り物だったのかもしれない。今までは全てがガノンという魔物の企みで、リンク殿が倒した後の出来事はその影響が残ったものと考えていましたが、全ては正体の知れない別の敵の仕業だったということですか？そして緑の服の剣士リンクがその敵からゼルダを救った。しかしリンクは囚われたのか。なんということじゃ。リンクよ、無事でいてくれ。ほう、王様ー、どうした？大変です。大きな裂け目が再び各地に現れました。あ、来たか。しかも3つ？なんだと。裂け目が現れたのどこだ？はい、オルディン火山、おう、フィローネ出現、レイホーラネール、ライネル、いさやな。オルディン、フィローネ、ラネール、その感謝参加者、もしや何かご存知なのですか？裂け目に飲み込まれたのはどこも大いなる力にゆかりなる地だ。あ、大いなる力とは神々の残した人知を超えた力、それが大いなる力だ。トライフォース、その存在は古くからハイラル王家に伝わってきた。裂け目が現れた3つの地域は大いなる力を残した神々、三女神ゆかりの地でもある。そうやな、そうやった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 。三女神にゆかりなる地を狙うように裂け目が現れた。もしや裂け目とは自然に発生するものではなく、何者かが意図的に起こしている事象なのか。まさか。もしもそうだとしたら、大いなる力がその何者かの手に渡ったら。ハイラル王家に伝わる言い伝えにはこのような言葉もある。大いなる力を欲する悪しき者現れしとき、知恵深き姫巫女と勇敢なる勇者もまた現る。知恵と勇気、姫巫女と勇者共に手を携え、悪しき者の歩みを止め。姫巫女、勇者、ゼルダ、いくつも裂け目消してきた。もしかしてゼルダが姫巫女？姫様が姫巫女？では勇者とは？あの男じゃないんか。全員ピンときてへん。あ、勇者とはおそらく剣士リンクのことではないだろうか。なんと。だが確かにゼルダ姫の話によれば、あいつは無の世界でも動くことができていた。そして敵と一人戦っていた。もしリンク殿が勇者であれば、姫巫女と勇者はすでに現れているのですね。だがリンクは敵に捕らえられてしまった。ゼルダよ、三女神ゆかりの地を飲み込んだ裂け目を消し、敵の狙いを阻むのだ。ただし裂け目は消すだけでは真の敵には立ち向かえぬ。敵に囚われた勇者リンクを見つけ出し、共に戦わねばならん。ゼルダよ、できればそなたには穏やかな暮らしをさせてやりたかった。だがそうもいかぬようだ。そなたは姫巫女、ハイラルに残された希望、我々は力を尽くしてそなたの旅を助けよう。サダリ大臣、そなたは引き続きルーベリー殿と共に裂け目の調査を続けよう。ウギ将軍、そなたは兵を指揮し各地の魔物の調査を行え。インパよ、ゼルダにあの衣装を。あの衣装、はは、何あの衣装って。ささ姫様、こちらへ。なんか新衣装くんの？フードじゃなくて。姫様、よくお似合いですぞ。お、おー、ええやん、かわいい。
その衣装は王家に受け継がれる由緒正しき装束。これから旅を続けるそなたにぴったりだろう、うん、敵の真の狙いはおそらく大いなる力だろう。敵は得体は知れないが、このままではハイラルの未来が危うい。ハイラルを守るため、みんなの力を貸してくれ。おお。わ、これなんかカメラのズームとかできねえんか。あ、間違えた。ちょっともう一度見たいけどな、服装。クソ見れねえな。あ、魔物の情報でしたら。姫様、ハイラルには魔物が多くおります。危険な魔物の情報を集め必要に応じ対する。それもハイラル王国を守る我々の仕事です。もし姫様も魔物の情報が必要であればいつも声かけくださいと。魔物の情報。姫様をお役に立てるのであれば我々が知る魔物の情報を教えましょう。今は東の神殿とジャブルス域の情報をお伝えできます。東の神殿ジャブルス域、はい。姫様はハイラル城の東にある東の神殿をご存知でしょうか。そこを調査している考古学者から神殿に魔物がいるっぽいと話が聞きまして。魔物がいるっぽい確証情報じゃないんや。魔物の姿は見ていない。ただ話しかけられたとか。はあ。今も神殿近くにいるそのものならば、より詳しいことを知るかもしれません。今は東の神殿、ジャブル水域は。報告によりますと、ジャブル水域には凶悪な魔物がいるようです。海辺の村で船の上から海を見張っている男性が詳しく話を教えてくれたのですが、バリバリとピチピチととか容量を得ませんでした。十分な情報ではありませんが、魔物にはくれぐれもお気をつけください。なんかこれミッションにつながったりするんかな。ジャブル水域と東の神殿ね、覚えとこう。あとちょインパ。姫様、長旅で足がお疲れではありませんか。ハイラの地は とても広い。歩いては時間かかるでしょう。実はこのインパ、数年前から姫様のために馬を育てておりました。まさか姫様がハイラのために旅立たれるとは思いもしませんでしたが、きっと姫様の旅の友として役に立つでしょう。馬はハイラル平原の西にあるハイラル牧場に預けています。お時間のあるときにお尋ねください。牧場の者には伝えておきますゆえ。来た。やっぱそれなんや。インパの贈り物。一旦じゃあハイラルの行くか。あ、待って。叫びは、ここと、ここに一個でかいのと、ここにもう一個でかいのと、結構端っこやな、これ。で、ここに一個でかいの。あれ？こんなとこにも叫びできてる。そういや、ここの入り役にも叫びできてんねんな。あ、ここにも叫びできてるやん。これあれか、今の影響か。ちょ、一旦じゃあ馬手に入れるか。馬手に入れてからその辺の叫びみたいな。あれ白馬おらんねんけど、帰ってこないな。あれまさか。そろそろ戻る頃なのにどうしたのかしら。あら、もしやゼルダ様ですか。ようこそハイラル牧場へ。インパ様からお話を伺っています。ゼルダ様の馬ですが、ちょうど弟が外で運動させているので戻るまで少しお待ちを。姉ちゃん、どうした。もう急に大きな声出したらゼルダ様に失礼でしょ。大変なんだよ。ハイラル城北西の人参畑まで馬を走らせていたら急に裂け目が出てきて、ああ、俺をかばって馬が飲み込まれちゃったんだ。なんですって。ゼルダ様、申し訳ございません。すぐに様子を見てきますので。人参畑、そういやこいつ髪飾りみたいな人参つけてんな。人参畑、北西方向、ここ、あれ、ちげ、ここここマジ行くか。じゃあだいぶ遠いな。かかりこ、あ、かかりこ村入られるじゃん。え、かかりこ村あんの。かかりこ村俺でも知ってんぜ。ブレワイだったよな、かかりこ村。おーい、クラウリちゃん、そのゼンマイはオラの大事な仕事道具だ。いい子だから返してくれだな。悪いことは言えねえだ。今なら許してやるだよ。だ、おめえはいつまで無視するつもりだ。オラはハイラル一天才集めか断片様だぞ。仕方しないでさっさと返すだ。ああ、あれがなきゃ困っちまうだよ。誰だこいつ。からくり騎士ダンペ倒せばいいんかな、このクローリー。はいはいはい、いけ。4対1だ。集団リンチです。いけ。ちょ、お前ら、ちょ、お前ら全員ちょっとルピーに目がくらみすぎてる。ちょ待って、お前ら全員ルピーに目がくらみすぎてるよ。オッケー。
クローリを退治してくれて助かっただ。お前のおかげで全枚返ってきただ、うん、そりゃまだ名乗ってなかっただな。オラはハイラル一天才発明家、自分で言っちゃうやな。断平ってもんだよ。カラクリを作り続けてうん十年、誰にも負けないカラクリ技師になっただ。まああれやな、十数年やってたらまあそれが自信につながっても確かにおかしくないな。つってもオラ以外にカラクリ技師はどこにもいないんだけどもな。ははは。それにしてもおめえなかなかの腕前だな。ひょっとして魔物たちに慣れてるだか。うん、もしかするとこのジョーちゃんならオラの発明品を使いこなせるかもしれないだ。よっしゃ決めた。おめえ後でオランジに来るだ。助けてもらった俺にいいもんやるだ。ちょいと偏僻なとこにあるからマップに印もつけとくだ。オランチはド派手な家だからすぐにわかるはずだ。だらばオラ帰るだ。じゃな。なにこれ。だらばオラ帰るだ。じゃな。初めて見た日本語、初めて見た日本語。あ、うえー、力のかけら来た。あ、ワープゾーン。こんな何もないところに。あ、もうちょっと先やな。もうちょっと先ですね。馬はちょ、先に馬行きたいもんな。お、宝箱だ。危ない危ない、こいつらアルマジロが。あ、じゃがいわ。あれ、あ、じゃがいわはでもあれか、何回か使ったことあるか。あ、そうや、この前なんかかぼちゃゲットしたから、かぼちゃでさ新しいそのドリンク、おお、ハートのかけら。かぼちゃで新しいドリンクでさ、種類増やしたいよな。あのクエストもあるし、あと1種類。お、結構ハートも集まってきた。しかもさ、何気に以前からそのカエルの指輪みたいなのゲットした、カエルの指輪ゲットしたおかげでさ、ジャンプ力が高くてさ、こういうところ楽々とね飛べるようになったよね。そして何ですかこれは。ここは何ですか。なんかダンジョン来たね。え、かけらあるよ。罠、めっちゃ罠っぽいかけら。オッケー。え、あれ、ダンジョンって感じでもないんかこれ。あ、あそこに一個穴があるな。あ、うん、あれ、なんかここ見たことがある気がする。あれあれ、ここなんか見たぞ。どこだここ。あ、あれ、ここ一番最初のさ、あれ、ここって一番最初来たところやったっけ。いや、な、あれ、なんかここ覚えてるような覚えてないような。ここからさ牢屋に出れんやったっけ。あれ、そうやんな。あ、宝箱あるやん。何ここ。あー、金の卵、黄金の卵か。そうそう、なんかここ来た気がするわ。で、追いかけられてここ飛び込んだんやったっけ。ちょ、行ってみっか。で、ここ流されて流されて、あ、なんか向こう側もありそうな気すんな、あれで。すごい流されたんよここで。あ、そっか、そうだ。で、ここまで流、すっごい流されたんやな。じゃあここら辺からさ、ここからぐわーってここまで近く通ってここまで流されてたんや。なるほどね。あ、ここか。だいぶ飲み込まれてんな。あの子がこの裂け目の中に一体どうしたらいいの。あいつ俺をかばってくれたんだ。どうしても助けたいよ。後ろ人参畑が裂け目に。あ、そういや、これ人参手に入る。新しい食材として人参欲しいよな。とりあえずじゃあ裂け目、はい、入り口開けそう。入りますか。なるほどね。こういう感じでなんかサブクエで裂け目に入ってトリーのレベル上げるみたいな。だって叫びクリアしたらトリーのレベル上がるからさ、あのちっちゃいちょびちょびゲージね。メインのクエストクリアしたらさ、レベル1絶対上がんねんけど、叫びやとちょびちょびゲージしか上がらへんの。閉じ込められている仲間の気配がする。全部で4つ。あれ、5つじゃないんだ。いつもより少ない。人参畑の無、これあれかな。あ、スライム出てきた。あ、なんかあるじゃん。まあこいつら戦う必要ないからな。下行くか。なんかありますやん。あ、いるね。ただあれ、扉があって、待って、これ怖いな。これ大丈夫か。
OK。 まず1人目、残り3体。あ、こんな感じ、地下がいっぱいあるんや。入ってったらいいのね、この地下を。これは肉でおびき寄せる的な、持ってたっけ。 OK。 ほい、肉でおびき寄せて、その背後を、じゃあ誰でいこうかな。ブーメランブダブに久しぶりに使うか。行ってこい。あ、壊しちゃった。お前、肉壊してもたら元も子もねえやんけ。おびき寄せてっていう手やろ。オッケー、よし、2つ目、残り2体。なんかこの辺なんかいっぱい物あんねんけどね、借りていけそうなものはないね。あ、人参か、これ。あ、これ人参か、人参やな。わ、すごい、これちょっと頭使いそうな、頭使いそうなパズルや、これ。こういうパズルあったな、昔。俺こういうパズルめっちゃ遊んでた。こういうパズルなんていうんやったっけ、なんかぴったり収まらないやつで、ゴールまで導けみたいな。え、ゴリ押しじゃないこれ、結構これ結構ゴリ押しじゃない、パズル感なかったな今。もっとちょうどはめ込んでスライドさせるタイプなんかなと思ったら、結構ゴリ押しパズルやった、思ったよりも。おし、オッケー。あ、馬いるやん、あいつおるやん。全員集めた。この無の世界にいる僕の仲間みんな見つかった、これでこの裂け目を消せる。おーし、おったな。あれ多分ゼルダ姫の馬かな。これで多分さ、経験値ももらえるから、鳥居の。さあ、どれぐらいレベル上がるやろ。今んとこ小さい裂け目だけでさ、レベル上がったことないねんな。おお、あと2個ぐらい小さい裂け目攻略したらいけそうやな。オッケー、元の世界に戻りますか。シュイーン。レベル最大なんぼなんやろな、トリーのレベルって。あとコスト増えんのかな、コスト増えたりせへんのか。裂け目が消えた。姉ちゃん、でもゼルダ様の馬は見当たらないよ。きっととても怖い思いをしたんだわ。おびえてどっかに隠れてるのかも。おーい、もう大丈夫よ。うん、戻ってくる気配がないわね。ん、そうだ、人参、あいつの大好物なんだ。人参があったらきっとお喜びで出てきてくれるよ。人参、これは、これで引っこ抜けたりして、あー、引っこ抜けそう。来た。しかもこの人参でっか人ぐらいあるやん、人型人参。よかった、元気だし怪我もなそうだよ。ゼルダ様に会えてこいつも嬉しそう。あんまさ、王女のさ馬をこいつって呼ばん方がいいと思うぞ。お前本当にありがとうございます。お前不敬だぞ。インパ様からのお預かりしていたこの子をどうぞお連れください。そうだ、ゼルダ様は、え、フラッグレースをご存知ですか。あ、そうそう、それそれそれ、ずっと行きたかったんよ。ハイラル牧場で開催している自分の馬で参加するレースなんです。やっぱそうやったんや。ご興味があればいつでもハイラル牧場にいらしてくださいね。またね、ゼルダ様。そうなんですよ、それ気になってたんすよ。ちなみに人参コピーできたりする。あ、できる。あ、しかもめちゃくちゃあるやん、釣られてってるやん。ハイラル城北西にある畑で採れた人参、一般的な人参よりも甘く馬の大好物。釣られるんや。これさっき言ったところか。はいはいはい。ここコピーできそうなものってないよな。勝手に漁るけど勝手に漁りますけどね、特にないよね。まあまあ、叫びをね消したお礼としてもらってきましょう。なんかすげえ切りかかってる。あるな、ここ迷いの森的な何かがあるんだ多分な。よし、じゃあ特になかったから
ちょっと一回牧場戻って牧場のレース参加したいのよな。いいね。やっぱ白馬が合ってんな。いて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 。じゃあこいつの名前、こいつの名前な、何しよっかな。白馬やからな。でまあ王女にぴったりの名前つけたよな、馬にもな。こいつの名前じゃあホワイトペガサスで、はい、ホワイトペガサスにします、こいつの名前。はい、ここはハイラル牧場ではフラッグレースができるんです。牛の馬はみんなフラッグレース鍛えてるから体が強くて足も速いんですよ。はい、参加されるならあの白馬に乗って、あ白馬じゃなくてあれね、あのホワイトペガサスです。はい、乗って話しかけてください。了解。はい、まゼルダ様やる気ですね。フラッグレースに参加しますか。はい、どんなレースなんや。では初めてのフラッグレースですし、ショートコースやってみましょう。ショートコースは牧場のトラックをぐるっと一周するコースです。目標タイムは23秒。それより早ければ素敵な景品をプレゼント。10ルピー、いきましょう。23秒か、結構短い気がするけど、どうなんやろ。うわ、しかも障害物あるやん、ちゃんと。あー、ちゃんと旗取ってかなあかんってことかな、これ。で障害物を避けながら、木箱ぐらいだったら多分ジャンプできると思うけど。フラッグを6つ順番に集めてゴールしてください。行くぜ行くぜ、ホワイトペガサス、俺らの絆を見せる時だ。これダッシュするとね、早いんやけど、ちょっとね言うこと聞かなくなるんで。いいぞいいぞいいぞ。でインコースを攻め、行けホワイトペガサス、危ないギリギリ23秒超えたけど、これ景品もらえるかな。これ景品もらえる、結構早くなかったら景品もらえへんような気がする。23秒来てますよ、おめでとうございます。ショートコースの目標タイム初めてクリアして、これあげます。まあルピーね、20ルピー。17秒か、よし17秒いこう。17秒目指します。直線以外はあんまダッシュせんでいいかもしれん。うん、直線だけやね、ダッシュするのは。もうコーナーは打ち打ち打ちで、直線はダッシュ、コーナーで差をつけろ。俺の馬に瞬速測らせんで大丈夫かな。あ、説明は大丈夫です。あ、説明大丈夫です、知ってます。先行きました。 OK、 じゃあやりましょう。17秒目指します。はい、まっすぐ行く、コーナーつく、こう行く、こう行く、こうまっすぐ行く、こう行く、でここ行く、いやむずえむずいや、どうなんやる、普通にそんなにダッシュ使うのもいけるんかな。マジかよ、マジで？なんでやねん、なんでやねん、うわっ、なんでやねん、マジで。おい、ちょっと待って、これどうやっていくのなあ、これどうやってクリアするの、17秒ねえ。おい、これマジでだいぶコーナー攻めなあかんけど、これ全然可愛くないやん、このゲーム。こんな見た目可愛いのにさ、馬とかキャラクター、このショートコースの17秒に関してはマジで全然可愛くない、マジで。いやマジかなんだこいつ、なんだこのゲーム。おい、また好きねえな、これ景品、こいつら詐欺じゃねえか。おい、おい、俺はアスリートにでもなるつもりか、これで。俺これオリンピック目指してんのかよ、これマジで。この 0.4 秒縮めるためにやらなあかんの、次また。ずれくしゃずれくしゃマジで全身の神経を指先にもう集中させた。
ガチできついこれ。うそかけらこれでもらえるのかけら3つ、うん、マジかよ、きつもっとすごいのもらえるんかと思った。じゃあミドルコース行くか。牧場外のハイラル平原を走るコース。ほう、目標タイムは25、それより早ければ素敵な景品をプレゼント。これはもうね、どうせ多分ね25秒つってるけど、さらに短いタイムを切ればボーナスアイテムもらえると思うんで、もうそれを目指していく。しょっぱなからコースがわからない。でもほう、うわー、え、これ25秒、これを25秒、マジいける。あと、さあ、これ絶対これも17秒臭いなおい待て、これも17秒臭いな、なんか匂うぞ、これも17秒っぽいぞ、どうしよう。まあとりあえずこれは25秒切れたと。はい、あ、まあこれはもらえるのね。はいはいはい、七色のオルゴール、はい、あ、20秒切る、コースマスター認定しちゃいます。あ、やった、おー、よし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 、ミドルコースを目標にクリアしたらロングコースに挑戦できる。え、ロングコース行くか。じゃあさらに上、ロングコース、牧場の外走って一周するコース、50秒、結構長いな。50秒コースか、ちょっとコースが分からなくなりそう。そこから行って、そう行って、先行って、あー、さらに中を一周する感じね。なるほど、じゃあまずは、しょっぱなからやらかした、しょっぱなからやらかした、ちょっと待って、結構むずいぞこれ。ここショートカットでいいやった。ここ真ん中ショートカットして、で、ちょっと待って、まずコース覚えよう、まずコース覚えよう、あ、ぐちゃぐちゃや、ちょマジでむずいなこれ、まずコース覚えな。でダッシュするタイミングね、ダッシュするタイミング大事だから、まず50秒以内に入ろう。オッケー、まあ、結構難しいねコースがね。了解、理解した。うん、コースの配置が理解できたら次はもう余裕でコースマスターいきます。43秒32、50秒切ってます。おー、いいね、50ルピー。じゃあもう一回挑戦するわ、40秒ね。おし、オッケー、まあ、やっぱショートコースの17秒が一番むずかったんやけど、あれが一番むずい。なんかここら辺はまだ余裕あったけど、あれ一番むずかったわ。え、なにこれ、突っ張り本、力強い角で作った馬を振り立たせるお守り、馬の突進がもっと強くなる、馬の突進ダッシュか。ちょっと待って、アイテム見てみっか。あ、アミーボじゃない、これがスタンプラリー、違う、これオルゴール増えたね。七色のオルゴール、七色のシリンダーが綺麗なオルゴール、流れる音色はとても華やかで心が踊る。そして、あ、これがアイテムになるのか。これさ、よ、あ、服もか、あ、え、選べんにゃ服。あとあれやね、正直全部つけたいのよね。だから一回妖精の里行くか。おーし、じゃあちょっと妖精さんにね、装備品をどれぐらい増やしてくれんやろな。最大何個なんやろ、久しぶりや。じゃあはい、おしゃれにして500ルピー、1個しか開けれへんかった。まあ1個でも十分か。
よーし、まあ、これでねアクセサリーの数が増えました。はい、もうちょっと今はもう金がないんでありがとうございます。これで1個増やせんねんけど、これ今思ったんやけど、馬ね確かにねいいんすけど、これワープするとき一緒に馬連れてけないよな、これ多分。そうなの、それがちょっとね馬扱いづらいなっていう馬使いづらいなと思ったから、これハートにするわ。よし、であと思ったのがまずここっすね。こいつに話しかけて、でこの前ゲットしたかぼちゃですね。かぼちゃで新しいドリンク作る。お、発酵かぼちゃスムージーで、多分これでね20種類達成なんよ。お、お客さんもしかして1234 20、ブラボーだピー。お客さんにお願いしよかったピー。これだけレシピもあれば簡単に飽きられることはないはずピー。あんたには頭が上がらないピー。前に上げたレンズをパワーアップさせるピー。お、見渡しグラスを手に入れた。物を壊した時や魔物を倒した時にスムージーの素材や魔物石が出やすくなる。おにぎりピー、あんたうちで視点出すといいピー。絶対いい店長になれるピー。スムージーで天下取れるピーよ。いや、やり手すぎてうちの店の売り上げが危なくなるかもしれないピ。あ、今の話は聞かなかったということで、ぜひまたご来店お待ちしてるピ。オッケー、これでクリアね。まあただね、このじゃがいもとかぼちゃとかでなんかできそうじゃね、野菜同士。お、ねじりミックススムージー、なんかいろいろできんな。あとはまあ、素材があんまないねんな。一旦これでいいか。で、アイテムがゲットできました。強化つってたから、あ、そのままでいいんか。素材出現率アップだい。ええやん。で、さっきのミニゲーム、馬のミニゲームで思い出したけど、ここのミニゲームね、また来てねって言われてたんよ、この前。マンゴー狩り。君が来てくれるの、ついに完成したんだ。私の最高傑作が。これまで以上に危険はあるかもしれないが、きっと君なら大丈夫だ。ほら。今までにない収穫量を望める最高の種をぜひとも試してくれたまえ。最高の種いきますか。いきます。そうそう、あったんよ。で今回トゲに加えて爆弾窓も生えてるんだが、まあ君なら大丈夫だろう、任せたよ。収穫してほしいマンゴー60個全部取れたらお土産を多めに渡すよ。では始めよう。さあ、はい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 、でやばい、あーくそ無理やった。あー、でこれ爆弾魔だね。こいつね警戒しながら、でこいつしっかり、うわーちょっとあれ取れんかったらショックやな。まあ場所さえ分かれば、あの配置は一緒なんよ。あー、これ結構最短でいかなあかん。結構むずっ。あれ、これ逆に爆弾花爆破させるみたいな、そういうあれもある。そんだけないよな。60個か。あー、60個はいけなかったー、くそ。あー、これ結構むずいな。これ結構むずいぞ。なるほど、ちょっともう一回いこう。あー、60はいったわ。で俺思ったんやけど、これ物出さんでもジャンプだけで生きるわ。ゼルダゼルダジャンプだけでいいわ。60かー。お、この服をあげよう。君のスピンがさらに軽やかになるだろう。踊り子の服？ゲルド地方に伝わる、華やかな踊りの衣装。とてもお客すくスピンの範囲がかなり広がる。これか。これを使わないとダメなんだ、多分。なるほどね。ん？これ他に誰が収穫できるんだ？おっと、すまない。いろいろ考え事をな。君の美しい収穫に熱くなっていたが、肝心なところを見落としていたようだ。誰しもが収穫できるとなると、やはりもう少し安全性は必要になりそうだ。ただ、君にはとても感謝している。このデータを参考に引き続き研究を続けるよ。これはね、行きましょう。だから、ゲルド。どんな感じ？うわ、これ正面から見たいな、ゲルドの服。じゃあ、ちょっと最高の種で、これ試してみるか。どんなもんなんかな？端から端がね、ちょっと。とね、あれなんですよ、取りづらいんすよね。どれぐらいの範囲で、これ爆弾の岩もさ、間違えて行ってまうこともあるよな。
あの結構収穫範囲でかいわ。でここ飛べんのよね、あのカエルのあれがあるから。で、はい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 、でこっちね、はい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 、ふっ間に合い、オッケー。でこっちからこういって、でここなんよな問題。これ間に合うか、間に合う、オッケー、間に合った間に合った、お間に合った、オッケー間に合った間に合った、オッケー、よし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 、はい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 、あ楽勝やん。これ楽勝じゃん。あこのこのゲルドの衣装いいな。おわ70個全部クリア、お疲れ様。すべて収穫できる人が存在するなんて私の想定をはるかに超えている。素晴らしいデータをありがとう。今回は特別にこれあげよう。おお、こういうのでハートのやつもゲットできるんだね。収穫した鎧マンゴーを持って帰ってきてくれ、持って帰ってきてくれ。12個めっちゃもらえるこんないらん。よし、これでダブルミニゲームクリアやね。馬もマンゴーもめっちゃむずかったな。あ、やっぱりね、ちょっとね、なんかありそうな気がしたよね。クエストいっぱい増えてるわ。あんたで砂漠の裂け目を消してくれたゼルダだよね。折り入ってあんたに頼みがあるんだ。他のやつには頼めないことでさ。だからここじゃ話しにくいな、あっち話そう。お、なんだ。はあ、ねえあんた、ゾロゾロって虫みたいなもの知ってる？ん？ゾロゾルカっていう巣穴を壊すまではさ、中からどんどん湧き出る魔物さ。あ、持ってますそれ。私レスレッド、普段は兵士をしていてね、そのゾロゾロ塚の駆除を任されたんだ。ほん、私ゾロゾロだけは本当に無理なんだよ。細かい足と動き近寄りたくもね。まあ気持ち悪いもんな、あいつ想像しただけでもズワッとくる。誰かに泣きつきたいところだが、仲間にはとても頼めないのよ。うん、俺がとこ。ねえあんた、俺はちゃんとするからゾロゾロ塚を片付けてきてくれないか。場所は町の北東にある洞窟だよ。うじゃうじゃいるから反してたら、寒気が。塚を全部壊したら私に教えてくれ。あの辺りはブタブリンがいるから気をつけてな。うじゃうじゃゾロゾロ。オーケー、じゃあ他にも多分クエストありそうな気がするから全部収穫していくか。あ、いた。あ、ゼルダ、会えてよかった。旅は順調？私あれから兵士長としていろいろ頑張ってるよ。実はこの間族長の命で宝物庫の警備を見直したんだ。私の見込んだ兵士を理想的な形で配置したんだけど、これで本当に宝物を守れるか試したくなっちゃったんだよね。ねえゼルダ、私と勝負してみない？ほう、宝物庫の一番奥にある宝箱の中身を取れたらゼルダの勝ち。どうかな。受けて立とう。そう来なくっちゃ。宝物庫は宮殿の2階の西側、入り口に兵士がいるからすぐ分かるよ。ゼルダのお手並み拝見といくね。あ、なるほど、あそこね、これで生きるようなんにゃ。じゃちょっと宝物庫行かせていただきます。あ、すいません。ここね、なるほど、この警備をかいくぐれということですな。任してください。ほいほい、はい結構ご利用しやけど、あ、やばい、まずい。どうしていこうか。ここをね渡りたいっすね。間違えた。ジャンプでいけそうな気もすんねんけどな、ここな。待てよ、これさ、あ無理か。まず一回さ、ちょ、これ面白いこと考えたこれ一回壺落とすやん、割れるやん。もう一回ちょっと、じゃあベッド割れるやん え、マジ？お前やばいやばい、ちょっとふざけてたらマジ、ふざけてたらちょっと待って、よくないことになっちゃった。ご両手シルクのパジャマを手に入れた。シルクでしてられた着心地の良いパジャマ、ベッドに寝た時にハートが早く回復する。ここで行き止まりみたいだけど、それが宝物？とりあえずそれを持って外に出よう。危ない、岩飛び越えてくんのかよ。なんかいろいろと想定外すぎた。あー負けちゃった、悔しい。自信はあったけど、ゼルダならもしかしたらと思ってたんだよね。
改良できるところはありそうだから、この結果は参考にさせてもらうよ。勝負に付き合ってくれてありがとうね、ゼルダ。あ、宝箱に入ってたシルクのパジャマは私からのお礼だよ。それすごく、手触りいいでしょ。ゲルドの職人の自信作なんだ。実は私とお揃い。旅は大変と思うけど、たまにはゆっくり休んでね。あー、なんかトーナかわいいな。これね。おー、待って、ベッドで寝たら分かりやすいかな。まあ、ハート回復というか全体的にあの、みたいなような、どんな服なのか。あー、まあ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 、普通のパジャマって感じか。うわ、これもっとズームして服を見たいんやけどな、正直。この服とかももったいないな。もっとズームしてみたいねんけど。やっぱもう一個宝箱あった。なんかあったなと思ったんよな、これ。お、ひんやりサボテン10個。しかもさ、これ2回目でもさ、追いかけられんねんな。追いかけられんのよ。どうもこんにちは。あ、話す。あー、セラム様のぞ、今日もピッカピカでなんて麗しいんだろ。族長就任記念に作られたぞなのに、自分にはふさわしくないからとしまっちゃうなんて。スラム様って奥ゆかしいよね。はあ、やっぱ素敵だわ。って、うわ、侵入者。バレるんかい。あ、多分ここかな、この洞窟かな。なんか、かい、あの、あ、ここだ、このこいつらがいるところ。うわー、キモキモい。え、マジでキモい、これ。え、ガチでキモいな、これ。ちゃんと気持ち悪いやん。ちゃんと虫で気持ち悪いわ、ほんまに。あと、ここ、こいつ、こいつぶっかして、これ。これぶっかしてくれ。まあ、これ、これぶっかして。まあ、俺が壊すわ。めんどくせえし。ほら、あ、クリア。クリアしたっぽいな、ミッションは。とりあえず、じゃあ、先進むか、なんかあるし。ここ自体が、お、うえー、宝箱来た。22個ね、順調に集まってるわ。おし、どうだ。ゾロゾロ塚を駆除してくれたのかい。本当に助かったよ、ありがとう。お礼に私の宝物を受け取ってくれ。ゲルド職人が作った貴重なアクセサリーだよ。おー、なにこれ。ハートのバレッタ、ハートをあしらった大きな髪飾り、ハートが出やすくなる。あ、あれの強化版か。お、レスレットよ。ん、ちょ、小隊長、どうしてここに。あ、避けますね。今のところすまないな。お主に任せたゾロゾロ塚の駆除だが。ああ、先ほど片付けました。これから報告に行こうかと。やはりそうか、先ほど駆除されていたと報告があってな、まことに感心だ。お主は昔から腕っぷしも強く、度胸もある。ゾロゾロ塚を新しくできた時もよろしく頼むぞ。またどうせゾロゾロ塚、これが評価されたから、またゾロゾロ塚駆除になっちゃったやん。なんかいろいろと申し訳なくなってきたよ。本当はあんたが頑張ってくれたわけだし、小隊長も騙しちゃったね。信頼してもらってるのに情けないよ。こんなことじゃいけないね。次あの人の期待に応えなくちゃ。ゾロゾロへの苦手意識をなくして、自分の力で対処できるよう頑張るよ。おお、成長しようとしているね。ちなみにさっきもらったアイテムはこっちの方がいいよね。だからこっち外してこっちにしとくか。ハートの出現率アップ大。いいね、アクセサリーもめっちゃ集まってきたわ。なんかさ、族長からのミッションとかないんかな。ああ、ゼルダよ、よく来たな。我らゲルド族はお前をいつでも歓迎するぞ。やっぱそうか。おう、なんもないんか。うん、突然だけど、私ってあなたと出会えて本当に良かったと思ってるんだ。こんな風に対等に付き合ってくれる友人ができたのって初めてなんだよね。面と向かって言うとこれ、照れちゃうけどね。ゼルダ、これからもよろしくね。トーナかわいいな、こいつ。トーナかわいいわ、マジで。なんか性格がいい、けなげでいい、こいつ。うん、まあギルドのクエスト全部終わったかな、多分。そうなると結構やってきたもんね、いろいろと。おー、あ、忘れてた。忘れてた。